チンチコチン楽しすぎた。本当にあっという間、終わるのがめちゃ早かった。見てくださった人いますか？カエニャン美術部だったな。そうなんです、私美術部でした、中学生の時。運動部には1回しか入ったことがない、あ、1回しかじゃない、間違えた1回も入ったことがなくて、美術部と電卓部でした。なのでバリバリのなんていうの、文化系、どうなんだろう、文化部、そうそう文化部でした、バリバリの。え、川島いるけど、川島なんでクロワッサン、里香穂さんの着てるじゃん、白馬じゃないの。じゃあカステラ着てください。私さ白馬まだ着てる気がする。ラブやで、ラブを届ける。ピューピューピュー、早く早く住もうね、一緒に。もうね、離れていても心はすぐそこにいるので。隣にはいるので。あ、カステラ来てる。 Thank you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 。 本当にね、こう池田がこう浮いたりしてても全然川島は受け入れてくれて優しいんですよ。チキチキやねん。改めて見てると似てる？本当？よかった。やっぱピンが似てると思うのよね。なんか一緒になんかこうチンチコチンみたいにこうズーム使ってなんかやりたいですねって思います。これはもう今日からみはるんということにします。かわいい、かわいい。今日の君は最強ついてる。ハートありがとうございます、ギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今アフター配信を行っております。7時までやろうかな、もうちょっとやった方がいいかな。うーん、そうですね、7時10分までにしよっかな。くまさんありがとう。名前呼べないけどわかるよ、ありがとう、ありがとう、嬉しいです、気持ちが本当に、ありがとう。なんかやっぱりチンチコチンよりこうなんかショールームはなんか、あ、チンチコチンも携帯があればよ見れたんですけど、携帯がそう1個しかないから見れんかったんですよ、皆さんのコメントが。でもこの個人ショールームだったら配信しながら皆さんのコメントが読めるので、なんかこうリアルタイムでコミュニケーション取れてる感じでいいですね。やっぱりコミュニケーション取るのはいいことですね。今日も手作り台本で挑んだんですけど、タブレットが欲しいサンタさんにもらわなきゃ。かわいい、ギフトありがとうございます。本物のミハルの方確かめるクイズしないの？もうね、本物なんですよ、あの裏でずっと LINE してるから本物ですですです。お人様だったら面白い。宝石を集めていますか？集めてないですね。宝石は持ってないです。なんですか？集めてらっしゃるんですか？
こんばんは、こんばんは。SK48 チーム E のカイニャンことキャラカエルです。見に来てくれてありがとうございます。嬉しいです。小さいメダル集めてます。あ、小さなメダルだったら集めてます。チンチコチン。チンチコチン。チンチコチン。ありがとうございました。スクショタイム？USA USA Come on baby America。 前髪切れすぎた。やっぱ星がいっぱい、ありがとうございます。なんかノートの重要性がめっちゃ最近感じる。スタバの歌詞を書いてます。なんか私ダンスも歌詞も覚えるのが遅くて、全部紙に書いて覚えてます。彼を紙に書いて覚えてますね。なんかいろいろあります、本当に。すごい、なんか懐かしい。意外と真面目、そう、意外と真面目なんです。こうやってこれはダンスの振りです。こうやって覚えてます。はい、こうやってね、忘れないように。してますね、こんな風に。チョコド、そう、めっちゃ覚えるの遅い、ダメだ。という感じでノートをたくさん使っています。必需品のノートの紹介でした。皆さんもう夜ご飯食べました？食べましたか？食べてないですか？私はおでんが残ってるのと、納豆の賞味期限が今日までなので納豆など食べたいと思います。めっちゃ首詰まってる。今日のお洋服は川島美春とお揃いです。なんと肩が出ている、ちょっと夏らしい感じの服です。これは川島と一緒に昔お出かけした時にお揃いで色違いで買いました。またね、握手会とかが再開されたらお揃いで着たいなって思います。似合う、ギフトありがとうございます。嬉しいです。ハートのギフトありがとうございます。まだ仕事から今帰ってきたところ、お疲れ様、お疲れ様です。衣装みたいで可愛い、本当。やっと一緒に着れたね。ね、本当ね、そう、時間が違ったりしたから、着て写真はね撮れたけど同時にこう着れなかった。
からね。ちょっと嬉しかったね。またやりたいね。なんかチンチコチンとかズーム使ったやつ。やりたいね。あれもやりたかったね。トリオゼロポジ。本当にやりたかった。昨日より唇が小さい。そう、昨日はちょっとね腫れてましたね唇が。あの気になる方はあの DMM さんの方でお家で SK48 のあの昨日の5月28日分の DMM を見てくださったら、私のね唇が昨日どうなっていたかが見られますので、ぜひまだ見てない方は絶対に見てください。もう見た方もぜひまた見てください。楽しい配信なので。ほんと川島メイク上手なんだよね。ちょ、池田もさあ川島みたいにこうまつげパッチリにしたくて、最近まつげは上げれるようになったんだけど、やっぱアイシャドウの色とかが難しいのかな。めっちゃ上手。何の道具使ってるんだろう。後で LINE して聞こう。そう、なんかズームの画面全然、なんか川島めっちゃなんか画面明るくて綺麗だった。私の背景の色があれなのかな、白だから変に見えなってたのかな。どうやっちゃろ。辛いものでもダメだ。そう、めっちゃねこんぐらい口色大きくなってました。あのツイッターにその口の写真もあげたので、ぜひ皆さんいいねとリツイートお願いします。結構ねたくさんいいねしてくれたらすっごい嬉しいし、あのリプも全部読んでるので、ぜひいいねとリツイートとリプライしてくれたらいいと思います。池田の画質良かった。本当あれかな、相手側がめっちゃ相手側が綺麗に見えるのかな。自分が映ってる画面はそんな綺麗く見えないけど、相手だって川島めっちゃ画質良かったよ。チュルンチュルンだったよ顔。今日はこのピンです。川島チュルンチュルンやったよ。卵肌やったよ。相手側はめっちゃ綺麗に見えるのかもしれないね、もしかしたら。池田なんかもうなんかめっちゃ素の池田みたいな、ノーマルカメラの感じやった。バサバサって感じ、画質がバサバサって感じ。そう、トゥルンチュルンやった。ぜひ皆さんツイッターでハッシュタグちまにゃんでつぶやいてください。ちまにゃんはもっと大きくなれるように頑張りますので、皆さんちまにゃんでツイートしてください。ちょっと書いとこう。ハッシュタグちまにゃん。ちまにゃんトレンド入りするから。あれ自分で100回ぐらいツイートしたらトレンド入りするかな。お腹減った。さっき川島と一星ので食べたいものを言ったら、なんと焼肉で一致したので、もう絶対ね外に行ける時が来たら焼肉行きたいと思います。髪の毛ツルツルやろ。ツルツルやで。
焼肉のタレで気分だけ。焼肉のタレでもやしと鶏肉を炒めて食べました。めっちゃ。でもそう、これも焼肉なんだけど、やっぱりあのお店で焼いて食べる焼肉がいいなって思います。うん、恋しいっちゃ恋しい。前髪いい感じだと。ほんと切りすぎた前髪もね、だいぶ良くなってきた。今日も可愛いよ、ありがとう。7日連続お疲れ様です、ありがとう。皆さん見に来てくれてありがとうね。池田は今回のあれ、ファッションフォーユーのイベントは悩んだんですけど出ないことにして、CM 選抜の方にやっぱりかけたいので、今から準備してくださる方はカイニャン CM 選抜目指す場2021のハッシュタグをつけて盛り上げてくださったらいいなって思います。すごい演技のお仕事もめっちゃ興味あるし、コント劇やりたいっていう気持ちもあるけど、こうパッと出るぞって決めれなかったのは、多分その CM 選抜に思いが結構いってるからだと思うので、欲張っていろいろ負担をかけすぎるよりかは絞った方がいいのかなって思ったので、こう2つイベントしたいっていうのはやっぱり負担がかかると思うので、わかんないけど、とりあえずこう第一希望っていうか一番は CM 選抜なので、その来年のために今から皆さん強くなっておいてほしいし、こう協力してくれる人を募っていてほしいなって。池田のファンの方はもちろんだけど、それ以外の方でも協力してくれる人が増えていったらいいなって思います。あとはあ、コツコツ水やガチャ券食べときます、ありがとう。もう皆さんのコツコツとしたものが合わさったらめっちゃすごいパワーになると思うので、はい、やっぱり前回っていうか今回はたくさん20万以上20万票だっけ、なんか たくさんリクエストいただいて、そう、それがすごく、あれちょっとね数字がね長くてね忘れちゃったんですけどでも本当に大きい、その結果がねちゃんと目に見えて出たので、いけるって思うので、来年は という感じです。あとは大富豪の一押しガシャを引きたいので、皆さんメッセージにいいねを押してくださいこれはもう一瞬で終わるやつなんですけど、一押しガチャを引きたくてそう、ゆずきさんのシークレットが欲しいので、普段推しメンは池田でやってるんですけど、そうそう、やっぱり一押しガチャはゆずきさん引きたいので、はい、ちょっともうねコインがないんじゃ。今日やっとカイニャンシークレット、おー、シークレットなかなか出ないよね。あれ10連引いても虹色がなかなか出ないから、ちょっとあと10連は絶対しなくて、
そうなんです。ゆずきさんのシークレットを出してコンプリートさせてみせますので、はい、ということで UR 欲しいです。お、 UR？ それは出そうよね。はい、じゃあいい時間になってきたのでランキングを見たいと思います。待って、 CM 選抜を目標として気になったイベントは手を挙げた方が良い、ある程度鍛えとかないと。そうなのか。どうしよう、迷う。1日からですよね、めっちゃ迷うな迷うな。うん、そっか、一概に CM 選抜のためにやらないっていうのもあれなのか。うん、とりあえずは、迷うけど、でも、いやちょっと、迷うね。でもショールームだといいですね、こう自分の気持ちだけじゃなくてこう皆さんの意見も聞けるからいいですね。なんだこれ、新しいギフトだ。てるてる坊主、てるてる坊主ありがとう。梅雨のギフトが出てるんだ、かわいいね。そうかそうか、じゃあこう強くなるためにまあやってもらってっていう感じかなって、今のところの今の気持ちはそういう感じです。なんかうまく伝えれないんですけど、そういう感じです。お願いします。じゃあランキングを見たいと思います。13位、12位、11位、10位、9位、8位、7位、6位、5位、4位、3位、2位、1位。ありがとうございます。ちゃんと見てますよ皆さん。22、ありがとう、早く名前読めるようになったらいいのにね。75位、ありがとうございます。はい、アフター配信見てくださってありがとうございました。これからもよろしくお願いします。早くコンタクトをね外したいと思います。最近ねすごいなんか充血しやすくなっちゃったので、またこう悪くならないようにコンタクトを外していきたいと思います。見てくれてありがとうございました。皆さん良いお年を良いお年をじゃないや、良い夜を夜ご飯しっかり食べていっぱい寝てください。バイバーイ。あ、スクショ、あ、そう、良い週末よ。こっち側の顔好きじゃないんだよね。はい、バイバーイ。